どうも皆さん、カムリス。さすがなんですけども、皆さんはアマチュア最強プレイヤーって誰だと思いますか？ロクタン、ゼウス。まあ、いろんな人の名前が上がってくるでしょう。今回はそんな疑問に答えるような企画をやってきました。今回、アマチュア最強決定戦ということで、8人の猛者プレイヤーですね。アロノゼ、ユメ、スン、タカラピー、ロクタン、ライアー、パマ、ゼウスと。今回はこの8人でフリーフォーオールを6戦やって、で、その6戦で、1キル1ポイント。そして1位、2位になったプレイヤー2人で対マンをして、アマチュア最強決定戦をやろうと。今回はアマチュア最強決定戦なんで、プロの人たちは出場してないです。今回生放送でやったんですけど、かなりの神回でした。よければ最後まで見ていてください。そしてね、ちょっとここで告知入るんですけど、2月13日から2月23日の間で8回のコミュニティイベントと2回の公式番組を行う大イベント、紅白頂上決戦が行われるらしいです。これね、8月とかなんか大運動会みたいな感じのやつをイベントで、まあ、自分やったじゃないですか。あとは4周年記念生放送みたいな、そういうやつがまたまた来たって感じですね。一応自分のチャンネルでは2月16日に日本最強決定戦と、そして2月22日に外役最強決定戦と、一応この大会の参加方法などは今回の概要欄にね、リンクなどを貼っていますので、ぜひぜひそちらを見てください。今日皆さんメンツクソ豪華です。ロクタン、アロノゼ、ゼウス、ユメ、パマ、ライアー、タカラッピー、スン、とてつもないですね。さあ始まりました。じゃあちょっとみんな、アロノゼが強いって。ちょっと俺、アロノゼ、候補多かったかな。はい、もうアロノゼ最強です。1位誰や？あー、さすがにね。いや、多分これは、ユメさんなんで使ってる EM2 か。ちょっと待てよ。1位今、アロノゼね。さて。で、これ誰や？これスーさんとかかな。で、ライヤーが、ここでさ、打ち合ってる人トップクラスやねんけど、全員。もう全員トップクラスです。おい、アロノゼやばいって、ほんまにやってるこいつ。やっぱこいつなんだよな。うわ、ほら、こいつバグってんもん、アロノゼ。え、ちょ、待って、1位だね。あー、今、2位がユメさんね。ほら、こいつほんまにやばい、アロノゼ。やっぱ、こいつだけイカれてる。もう8キルですかね。ほんまにこいつ。え、なんかこいつ1人 LK で暴れてない？そうなんすよね。このフリオってね、マップの端っことか、遮蔽物しっかり意識しないと、こうなってしまうんで。さあ、あー、キルパク、いいキルパク。これパマさんとぶつかるんじゃない？さあ、銃声聞いて、足音聞いて。おい、こいつの、あー、え、何今の。おい、あ、やば、危ない。ちょっと待って、これ、あー、まあさすがに無理か。これ僕弱いって誰？あ、タカラピーさんや、この人。タカラピーさん。いやー、このアロノジがイカれてんねんな。やっぱ、夢さんとかはきついか。1キル1ポイントなんで。で、ゼウスさん。やっぱ、ゼウスさんも SR だけじゃないよな。そりゃそうや、そりゃそうよな。あー、きつい。うわー、きつい。やっぱ全部トップクラスや。で、2、あ、やっぱ2位がゼウスさんなんや。やっぱとかじゃなくて。こいつほんまにイカれてる。バグってんもん、こいつほんまに、アロノゼ。いや、やっぱさ、視聴者でさ、アロノゼが1位になるっていう予想コメントあったけど、やっぱその通りやわ。おいー、こいたで、ライヤー。あ、こいつバグってるわ、ほんまに、アロノゼ。あー、気持ち、あー、カバ来た。はー、あ、うーわ、えぇ、ー、何こいつ。気持ちが悪い、褒め言葉。跳ねるねー、ゆめさん。いいねー。いや、さすがに厳しいぞ。これ、アロノゼも優勝すんな。優勝じゃない。ここは1位になる。GBL ルール。ちょっとみんなのカスタム見るか。え？ゼウスさん12の、いや、でもやっぱ結構分かれんな、今シーズンは。昔みたいになんか KN44 一択って感じじゃないし。いや、アロノゼこいつ LK でさ、やっぱあれか、ちょっと広いマップやからか。待って。これやっぱマップ結構やっぱあれやな、重要になってくるな。はい、行きましょう。オッケー。行くぞ。アロノゼ。ちょっと、じゃあ6単3見るか。6単。でもこれ、タカラッピーさんもあんのよな。水ぶれか。はい。ちょっと俺、全く喋られへんわ。フリーに夢中。ライヤー VS 6単。6単 VS 夢。あー、まあでも、庭やっぱ囲まれるんじゃない？しかも、ライヤー。
体育もやし、ハマさんが4キルしてるぞ。フェネックか。しかもアンプ。激浪のとこ枯れない。アロ VS パーマ、アロでした。ゼウスさん今回水ブレか。でも、ゼウスさんレーザーついちゃってんねんな。レーザーつくと大体こういう、打ち合いとかでは、ガン待ちできんから。今1位誰や？パマさんか。めちゃめちゃいい感じ。超接戦。お、ライアーがチョイスしたのは、選ばれたのはチャイコムでした。チャイコムどうなんやろな、刺さるかなこれ。おー、さすがに無理です。さすがに無理です。さすがにそんな宇宙人みたいな、人の心を捨てたようなプレイはできないか。来たぞ、ゆめさん。ここ勝ちたい！でも相手は全員プロ級です。全員プロ級です。全員プロ級です。甘えた瞬間死にます。めっちゃええ勝負。ゼウスさんやっぱ水ブレか。なんかレーザー、あーレーザーね。ちょっとやっぱ、極端さみたい。いや、アロノゼ強えな、こいつ、ほんまに。アロノゼマジで強い。あー、ライアー死ぬ、これ。あー、さすがに仕方ない。いや、これやっぱね、ロクターさんも結構ゴリゴリいってるわ、前に。やっぱキル取れたんやろな。気持ちが出ちゃってるよ。つえ、つえ。やばい、ゲップ出そう。うわー、美味しいな、アロノゼ。こいつ優勝候補やな、今回。優勝候補っすね。はい、勝つ。強えな。ゆめさん、フェネックか。うん。運が悪い。噛み合わない。あー、強え、アロノゼ。壊れてんな。ライアー。今、1位、アロノゼ。2位、お、タカロさん上がってきてる。おい、タカロさん上がってきてるぞ。来た、休憩ない。なんかやっぱ、タカロさんといえば救急ないような、そういうイメージある。タカロ VS、夢！夢やば！なんだ今の時は。面白いね。今回武器ばらけてるね。救急ないとか。あ、しかもライアー2位やん。あるぞ、ライアー。うわぁ！いい時計。来た！ライアー VS ロクタン！ライアー VS、ライアー VS、ライアー VS タカラピー。ライアー VS だからっぴー。はい、いや、これちょっとロクターさんやっぱ苦しいやろな。すげえな。おい、いい感じに1位と2位並んでる。ゼウスさん4キルやけど、うわー、やっぱあれか、 SMG は経験数がやっぱどうしても少なくなってくるやろから、ずっとSR 使ってたやるし。で、これがスーさんか。はい、アロノゼ1位カル上がらせないと。で、夢さん見えたね、今。スーさん。そこはいないと思う。警戒してね。ロクターさんも結構マップの中央行ってんな、キル取りだやろから。はい、こっから上がってくる可能性が、これ、アロノゼ、アロノゼやぞ。アロノゼは借りたい。あ、後ろからゼウス。アロノゼ借り、これ負けたくないね。負けたくないよね、1位に。やっぱアロノゼが1位やけど、そっから上がってきてる、6ターン。ライヤー、発狂。ハマさん13ね。これアロノゼ勝つんじゃん。いや、アロノ、2位に6ターンです。うわー、くそ苦しい、これ発狂もんや。うわ、強いよ、こいつ。はぁ、ほんまにイカれてる、このアロノゼってやつ。こんな感じっす。です。と、おー、面白いねー。1位はアロノゼがぶっ飛んで、まあ、2位も、2回目も取ったけど、こいつ、ほんまに、アロノゼって何？アロノゼって何？なんかちょっと俺、これからさ、武装した時、アロノゼ知るっていうわ。さすがに SR だけ25とかなったら、ゼウスさんのメンツもあるやろから。はい、来ました。あー、やっぱ、ゼウスさん見たよね、みんな。で、一番活躍する可能性もあるのゼウスさんと。俺はゼウスさんが20ポイント取ると思ってる。ちょっとほんまに目が疲れるわ。はい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 。テイク見せてくれ、テイクを。あ、やっぱパマさん、ほら、やっぱ夢さん、ライヤー。パマが上がってきてる。もうこれさ、ゼウスさん20点取ったらさ、メンツ的には守られるでしょ、これ。プライド的には守られるよな、ゼウスさんが1位取ったら、これは。パマゼウス、パマゼウス。
パンマゼウス、パンマゼウス、パンマゼウス、パンマゼウス。うわ、くそ、これ発見も。ライヤーだ。パンドラ。パンドラ。あ、でもいいところ取ってるよ、ライヤー。で、夢さんよ。夢さんよ。夢ゼウス、パマじゃないの、今回は。夢ゼウス、パマ。あー、くそ、発狂も。で、ロクターさんがローカスト。タウネスか。あー、やっぱアロノゼ、ちょっと、こけてるとか言ったらあれやけど。うわー、ライヤーエロいなー、こいつ立ってるとこ。おい、賢いぞ、ライヤー。ちょっと IQ 上がってる。いや、別にいいやろとか言うで、絶対。いや、そんなの別にいいやろ。うわぁ、タカラさん。いや、これタカラさんが、やっぱ強いんかな、ここは SR ポジ。ライヤー強い、お前。はぁ、頑張れ。あー、くそくせ。もう、ここ、全員トップクラスやねんな、正直。全員ここにいる人トップクラスです。だからもう、打ち合いで負けても、うわぁ、この人弱いわって感じにならんから、ライヤー絶対ここおるやん。あー、追いかける追いかける追いかけるいいの、ライヤーさん。あ、くそ、あー、ほら、そうなるんよ、そっから外れたら。2と追うもの、1とも得ず。うぃえ。おい、うめえ。あー、外して。あー、惜しい。うわ。うぃえ、暗所、どんまい。ゼウス、おい、おい、高原さん、これ。タイマン大会、タイマン100連勝企画が出たらほんまにやったんじゃん、ゼウスさんにこれ。おう。いや、夢さん、タカラさんじゃない、これ。夢さん、タカラさん。ゼウスさんが今から連休でかます可能性あるし、負けたくない、これは。諦めたね。やっぱゼウスさんは近距離で戦いたいんやろ。やばい、近距離から来てる。うわ、クソ発狂も。あ、発狂も。で、ライヤーはちょっとなんか立ち回り変えてきてんな、こいつ。おい、ライヤー！あー、くそ、発狂も。なんかちょっと、ロクターさんのさ、ローカス、ADS とかで押すような気すんな。頑張れ、タカラさん。あー、くそ、1位やぞ。対するは1位。あー、くそ、発狂も。あったまってー。なんかやっぱ、夢さんの立ち回りが一番理想的なような気がする、これ。突っ込みすぎず。あー、おー、タカラさん1位っすよ。夢さん、タカラ、アロノゼ、だいぶ上なんじゃないこれ。くっそ近づいてる。10点差。正直10点差になってひっくり返せるし、囲まれる可能性があるんで、アロノゼは何すんねん ?R90 か。いや、うわー、これやっぱみんな R90 なんじゃない。あー、やっぱみんな寝ってるよ。寝ってる。考えがあるんでしょ、みんななりに。これ、タカラさんが一番気になる。なんか夢さん、このピークの仕方が SR なんよ。うわー、強い。あー、なんか、これ、夢さんのただ、いやー、くそ。いやー、でもこれ、ゼウスさんきついぞ、多分。俺、これ、誰かを応援してるってわけじゃないけど、これ、無理やろ、ロクタン。うわー、なんか、ロクタンが暴れてる。これ、一番強いの、多分、R90 やと思う、俺。R90 かなー。やっぱ、R90 よなー。うん、多分、今回の、うわー、多分、R90 が一番強いっす。今回。しかも、夢さんが、これ意外とっつったらあれやけど、SR で取りに来るかと思ったら、夢さんが、まさかの1位っていう。意外性っつったらちょっと失礼やけど。アーガスか。うわ！なんや今の。スーさん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 スン VS ライヤー。これ後ろが来てるぞ。あーだよね、発狂も。ライヤー VS、ライヤー VS、ライヤー VS、タカラッピー VS、ヘッドショット VS、スン VS、スン。VS、誰と戦ってんの俺は。おい、ちょっと、アルノゼ、ちょっと、試合長引かせるためにちょっと手加減してくれ。ゼウスさんはどうなってんの？来た！夢 VS！ 夢 VS！ いやー、うわー、3発待った！ 3 発待ってましたよ、今。やっぱ、パマさん SG なんか使ったことないやろな。あー、くそ、やっぱ外しちゃうよな。うわ、おい、なんかロクターンが上がってきてるぞ。おい、くそ、反射。うわー、なんでこんな反射出るよ、このアガス。なあー、ドロジャン。いや、これ、夢さんが一番なんか、理想的っていうか、初心者向けというか、
でも今6ターンが17キルなんよ。これワンチャン1ある。え、でもさ、初めてじゃないスンさんがここまで上がってきてるの。ちょっとこれビッグマッチにしたいね。これスンさんあるぞ。スン VS 夢。これほんまにこれこえ、おい、核ムーブみたいになってる。核ムーブみたいになってる。おい、あの、うわ、え、誰、うわ、もうほんまにいかれてる、お前。いや、でもこっからまだ団子状態になってるから、とりあえず2位まで行けばアルノゼとタイマイノンで勝てる可能性があるんで。いや、これ壁、あの壁横におるの分かってる。壁抜きしてくる。もうキモいってアルノゼ、お前。おい、いや、やめてくれ、やめてくれ。ゼさん、よし、よく止めた。あー、くそ、それやっぱ厳しいよな。アルノゼ夢かな、俺の方法。ホルがいないのいます。あ、でも夢さん面白い武器使ってるやん。これ死ぬぞ。夢さんが、夢さんの PTM 壊れてんねんけど、こいつ。こいつが言っちゃった俺。慎めよ、下地味。あ、今自分で言ったんですよ。おい。いや、これ6ターンと夢。あー、これやばい、6ターンで殺される、夢さん。うわ、だよね。UL か。ラッキーキル。いや、スーさんこれば、だよねー。バカされるよね。こいたでライヤー。いいぞ。いいぞ、これ。いやー、くそもきついな。ちょっと建物の中いた方がいいんじゃないこれ。できたら鉄板がいいね。鉄板の中がいいと思うよ、俺は。いいね。あー、お前。このアロノズがさ、もうお前、もうできんやわ、こいつ。いや、まあ夢さ、こういう立ち回りやから。もうお前、できんよ、ほんまに。二度と来るな、フリボ大会に。こいつちょっと出たら、もうアンラッキーとかじゃないと無理なんじゃない？うわ、もう終わってるよ、お前。ちょっと終わってるわ。頑張れ、ライヤー。ライヤー絶対使ったことないよ、言えるなんか。いや、パマさん借りるぞ。あ、終わった。まず一人借る。いやー、パマさん逃がしたな、ライヤー。あ、ちょっと聞こえとるけど、まあ、こうするしかないよね。PKM 来た。夢とおそろ。いや、でもパマさんめっちゃいいところ取ってるよ。タカラさんも、入ってきたね。レーザーでバレてる。決め打ち！あざっす、決め打ち。いや、パマスさん、出すぎると6ターン VS パマ。さすがに6ターンの PS には勝てない。S36。ライヤー VS6 ターン、いいところ取った。4番も、壁抜きしたいね。弾がない。あー、後ろから、ケツから、やられた。おい、あ、もうお前、一生、どこにおんの、お前。おお、お前、絶対に、北で行くやろ。あ、でもお前、北手を失ったら、アルノゼ弱いっす。北手を失ったアルノゼ弱い。そう感じる、私には。さあ、夢。いやー、これ、夢さん、微動だにしない。お前、もうできんやぞ。お前、SR ちゃうぞ、それ。もうお前ほんまに。あ、みんなライトウィートやな。ライトウィートガウモとかでも面白そうやけど。もうここにいる人全員 QS3 レベルやからな、もうほんまに。いや、でもタカラッピーさんあるんよ。スーさんも今4位やからある。ほぼ変わらん。3位4位はまあ一番自信があるんでしょう、彼は。これがで6ターン3が一番自信あるのは面白いな。面白いな。これゼウスさんは何、ゼウスさんは何をピックした。あ、やっぱわー、フロートきついぞ。夢さんが選んだのはヒーロー。これ夢さんの立ち回りちょっと好きやねんな。ほらほら、脇警戒して、脇警戒して。一生神経尖らせてそうな立ち回り好きよ俺。一生、うわー、やっぱきつい。もう、あー、こいつあかんわ。なんかこいつのエルケどうなってんの。皆さん、こいつのエルケを参考にしました。まずはやばい、6ターン VS。 でもそんなとこあるのでいていいんか。死ぬぞ。まあ死ぬよな。これスンさんやろ。ゼウス負けるの、それな。きた、ダブル持ち。いやー、パンパさん、ういーういーういー。あー、さすがに嬉しい、さすがに嬉しい。頑張れゼウスさん。アウトロー、こいたれライヤー。ほら、最近格出しだからって調子乗るなよ、アウトロー。もうほんまに強い。いや、ほんまにやばい。ほんまにアウトローやばいって。いや、これ合法な。これ合法な。あ、合法や。これ合法な。これ合法な。夢、あ、くそ。
発狂してるぞ。立ち回っていく。なんでゆめさんキロなんかな。だからなんかみんな絶対グラウ嫌いなんやって。グラウ絶対嫌いやって。うわうめえ。うわうわー、いっちゃってる、いっちゃってる。今のはクレイジー夢やん。これ挑発なプロレスラーみたいな名前しやがって。クレイジー夢やんこれ。おいクレイジー、おい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 、クレイジー夢じゃねこれ。おい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 、あさすがに、さすがにあの宇宙人に止められました。さすがに宇宙人にあの赤信号を出されましたね今。クレイジークレイジー夢やって。あ、違う、これ夢じゃない、あるのぜ。おい、クレイジーあるのぜ。おい、宇宙人お前、早く帰れよ、火星に。ミスは止まんないよ。テクニシャンじゃん。おい、止めたね。頑張れ、ゼスさん。お前。ハマさんもいい味出してる。味出てる、味出てる。あれはおい、クリッパーの、クリッパーの遺伝子出たね、今。クリッパーの遺伝子出たぞ、今。おい！いやー、くそ、やっぱ、発狂すんな。もう、なんやねん、お前、ほんまに。いや、多分ね、アルノゼが最年少よ、今。この大会で。多分、アルノゼが最年少よな。で、タカラさんが言う自信あるな、休憩ね。タカラさんは、ローカス。なんでも途中救急内持ってたよな。で、ライヤーがアウトロー。で、ゼウスさんがローカスト。アルノゼオーバーパワーなんじゃない、ちょっと彼。アルノゼオピー出たな。アルノゼさんってプロですか。いや、宇宙人です。で、これ最後タイマーっすね。ちなみにね、これちょっと武器なんでも、でもどうしよっかな。ちょ、俺指定していい？どうしよう、これ。